植木等は、日本の俳優、コメディアン、歌手、ギタリスト、タレント。花はじめとクレイジーキャッツのメンバー。仲間内での愛称は、ボンさん、植木屋、植木屋。長男は作曲家の日、両行一。妹の夫に、ブラック問題研究者の河村善二郎。三木本幸吉は、父方の祖母の親類にあたる。植木等の父親である哲生は、かつて、 鉄之助と名乗っており、若い頃は、キリスト教徒であった。後に、浄土新宗の一つである新宗大谷派上年寺の住職となる。大変な社会的正義感の持ち主で、被差別ブラック出身ではないが、自分は、ブラック民ではないと思うことが、すでに相手を差別していることだと述べて、水平運動に参加した。治安維持法違反の罪に問われて何度となく、投獄をされても、 積極的に反差別と反戦を貫いて運動、戦後は日本共産党に入党し、60年安保のデモ隊にも参加するというような行動する僧侶だった。ただし、父は金言実直なだけの人物ではなく、息子、党から見ると尻滅裂で議題語りになろうとしたこともあり、いわば当時でもあったという。党の少年時代には、 捨ててこ一丁の鉄製が塔を寺のフッツ様の前に連れて行き、物差しでその頭を叩きながら、この音を聞いてみろ。金ピカだけれども中は木だ。こんなものを拝んでもどうにかなると思ったら、大間違いだぞと悟したという。塔という名前は、社会運動家の顔も持っていた父が、平等にちなんで名付けた。少年時代の塔は、投獄された父に代わって、創意をまとい。 段下を回るという生活を送っている。その経験もあってか、1993年に花はじめが亡くなった際、その葬儀において自ら同居した。また、代表作、日本無責任時代でも、植木が演じる主人公は当初、高電泥棒と設定されていたが、寺のせがれとして耐えられなかったのか、自ら設定を変え、高電泥棒に限りなく近い人物という役に、 なっている。植木は、自身を少年時代多くの苦労をした割に、不思議と大変明るい性格であることは認めているが、それ以外はどちらかというと頑固で、こだわりや責任感の強い人間であると述べている。植木とデラックスで、ゲストの佐田正史が、無責任男を、植木さんが無理やりお作りになった、キャラクターと述べたところ、植木は、そうなんだよ、世間は、 あれがちだと思っているんだと笑っていた。黒柳哲子は植木を有責任男と評した。植木の人気絶頂期に付き人兼運転手として接した小松正夫の証言によれば植木は仕方話の達人で場を盛り上げるトークが得意だったが基本的に物静かで気真面目であり一度も頭ごなしに怒鳴られたことがなかった。ただ女遊びやギャンブルは嫌い。 その点は大変厳しく指導されたという。貧乏人のせがれを自称しており、もらった給料は小遣い代を除いてすべて夫人に渡す、食事もどん底でも平気だと語っていたことを裏付けるように、毎日同じおかずでも不満を言わないくらいだった。酒も飲まなかったが、これは体質的にアルコールを受け付けず、ならつけでも明定しかねないくらいだったためで、 本人は酒を飲んで酔える人が羨ましいと漏らしていた。小松を採用したばかりの頃、小松が酒をたしなむと知った植木は、自宅のサイドボードの飾り物とかした、もらい物の,のウイスキーを刺して、好きなものを飲んでいいからと勧め、小松が好きな銘柄を答えると、風を切るや、ビールグラスに、カポカポカポ、と、なみなみと注ぎ、さあ飲みなさいと差し出したという。さすがに困り果て、 親父さん、水や氷はありませんかと尋ねると、なんだお前、酒を飲むのにそんなものがいるのかと、驚いたという。下顧ゆえに、酒の飲み方を知らなかったことから起こったエピソードである。そんな真面目な性格であるから、スーダラブ氏の楽譜を初めて渡された時には、この曲を歌うと、自分の人生が変わってしまうのではと真剣に悩んだ。父親に相談すると、どんな歌なんだ というので植木は、スーダラブ氏を歌ってみた。激しい正義感の持ち主の父の前で歌ったあまりに、ふざけた歌詞に、激怒されると思いきや、父は、素晴らしい。と涙を流さんばかりに感動した。唖然とする党が理由を尋ねると、この歌詞は、我が浄土真宗の宗祖、親鸞聖人の教えそのものだ。親鸞様は九十歳まで生きられて、 あれをやっちゃいけない、これをやっちゃいけない、そういうことを最後までみんなやっちゃった。人類が生きている限り、この分かっちゃいるけどやめられないという生活はなくならない。これこそ、親鸞聖人の教えなのだ。そういうものを人類の真理というんだ。上出来だ。頑張って来い。とさとされ、植木は歌うことを決意した。このエピソードは植木が歌手として生きていく上で、 生涯の支えになったという。ただし、植木には気まじめながらも、独特の雰囲気があった。日常の座談については、先の小松の証言以外にも、交友があった小林信彦が評伝、植木等と藤山博美で、無責任男とは別種のおかしさがあったと述べ、さらにあの独特の高笑いは植木本来のものであったという。また、 性格の明るさも成功前の貧乏時代からのもので、小林は、私生活がわからなかったという。小松の紹介で植木と知り合った、伊藤史郎はゴルフに行った、際のエピソードとして、植木さんはずっと世間話をしたままアドレスして打った。あんな人見たことない、犬塚博史は、植木は、基本的に物静かで気真面目だった。でも、初対面時は、それこそ無責任男みたいに、よう。 と現れて、こっちがあっけに取られているのを知り目に名乗りもしないで、自分の気に入った落語の話を落ちまでしたと、かなり破天荒な面があったことを証言している。植木自身は、男は道を自分で切り開けという気持ちから、長男、広志が植木広志の名で、歌手デビューをした時は、一切のバックアップをしなかった。その長男は後に作曲家に転向、広高一名義で、 CM ソングなどを中心に活動している。NHKBS ハイビジョン特集で放送された、スーダラ伝説植等夢を食べ続けた男では、終盤に、ヒロがクレイジーのメンバー、犬塚博ロ谷慶、桜井千里にも参加してもらい、スーダラ武士のインストゥルメンタル曲を収録し、父、植木に贈呈する場面が登場するが、視聴後には、嬉しいねと一言つぶやき、 目を潤ませている。その一方で、末娘の植木優子がバレリーナとなり、ドイツを中心に活動して、日本で娘が公演するときは舞台をよく見に行ったり、娘と一緒に舞台を見に行くことを関係者に語ったりしていたという。学生時代は陸上選手で、高校時代には100メートルを11秒4で走った。大学時代には東洋大学陸上競技部に所属し、 関東学生陸上競技対抗選手権大会にも出場している。その縁で、後に植木は母校東洋大学陸上部の名誉顧問、箱根駅伝で優勝させる会の会長も務めていた。また、東洋大学相撲部の講演会長も引き受けていた。そうして傍らで、この時代にはすでにバンドボーイのアルバイトに精を出していた。大学を卒業し、 バンドマンとして歩み始めると同時に、ソプラノ歌手、平山美智子に、声楽の発声を学んだ。ギターを始めた頃に、教則本で必死に独学した努力が功を奏して、どんな楽譜も、初見で読めるようになる。当時のジャズギタリストには楽譜を読めない者も,も多かったと、いい、この技術が変われ、デュークオクテットに採用が決まった。左ヒーチゼリズムを取りながらの演奏が特徴。 バンドマン時代に森安翔太郎、秋吉敏子、ジョージ川口、渡辺貞夫といったジャズミュージシャンたちとセッションもしており、横浜ジャズ界で伝説と言われるジャズクラブ、モカンボで行われたモカンボジャムセッションでは、森安、渡辺、沢田俊割れ、宮沢明ららと共に参加した。国民的スターとして人気を集めた1960年代、活躍の中心は、 植木東初をおはじめとするバラエティ番組や無責任シリーズ、日本一の男シリーズなどの東方映画であった。高度経済成長時代を象徴するコメディアンとして1960年代に一世を風靡し、ギャグも曲をヒットした。映画に関しては、最初はスーダラブ氏の大ヒットを受けて大英で2本の映画が作られたが、こちらでの植木や、 クレイジーキャッツは、主役の川崎慶三や川口博士に花を添える、脇役、ゲスト出演であり、植木に主役を演じさせたいと熱望する、渡辺プロダクション社長の渡辺進が、自らの足で企画を持ち回った結果、東方から、ゴーサインが出される。そして作られた二部作、日本無責任時代、日本無責任野郎は、無責任という流行語と共に当時社会現象となった。 この無責任男の破天荒なキャラクターについて、植木は後年、日本無責任時代の古澤健吾監督には、まず、笑ってみろと言われて何度も笑ってみたが OK が出ず、そのうち怒り出した監督から、植木くん、君が演じようとしている、この男は異常なんだよ。と言われ、それで吹っ切れて、キャラが出来上がったと回想している。その後、日本無責任時代の初期の企画を立てた。 脚本家、田波康夫のマンネリ化に対する危機感や、当時、東方の制作本部長だった、藤本雅美の意向もあって、植木が演じるキャラクターも無責任型から、有限実行型のスーパーサラリーマンへと、方針転換していくことになり、無責任シリーズは、日本一の男シリーズへと変化を遂げる。一方、同時進行で制作されていた、クレイジーキャッツ全体を主人公とした、 クレイジー作戦シリーズにおいては、田波自身が無責任へのアンチテーゼとするクレイジー作戦くたばれ、無責任も制作された。その結果、作品によっては古典的な熱血サラリーマン像も顔を覗かせるようになり、小林信彦ら初期作品の支持者に作品的低迷を批判されるようになる。 1960年代後半になると、連戦連勝の爆発的ヒットを受けて、クレイジーシリーズが大作化していったのに対して、植木主演の日本一の男シリーズは、佐々木守や早坂明などの新進脚本家安川、映画のような時代性を如実に反映する監督の参加もあり、全教頭時代を反映して、シニカルで風刺の効いたものとなっていく。 1960年代末には徐々に動員力が低下し、ザ・ドリフターズのブレイクも影響して、植木の東方映画主演は1971年の日本一のショック男で打ち止めとなる。このシリーズ最後の作品は加藤茶とのコンビ主演作であった。性格俳優への転機は1977年の東京宝塚劇場公演王将で、 坂田三吉を演じたことだった。役者として年齢的にも経済的にも楽をしたがりそうな時期だったので、これはいかん、それを乗り越えるためには冒険をという意気込みで臨んだものだった。以降は舞台出演もクレイジーキャッツとしての公演、ライブに代わって単独での演劇主演、助演が増えていく。年代から年代初頭にかけては、 時代劇コメディー、大江戸三門オペラや、悪徳政治家が暗躍する、ニギニギなどの喜劇作品に主演したほか、谷家率いるコミックバンド、スーパーマーケットとのジョイントショーなど数々の作品に出演した。シカゴ日本初演でのインチキ弁護士、ビリー役のように、無責任男の延長線上に開いた、新境地も少なくない。1985年には、 東方撮影所で、いつもすれ違っていて、その度映画に出て欲しいと思っていたのに機会に、恵まれなかったと語る黒沢明の熱烈な、ラブコールを受けて、乱に助演した。また、木下圭介監督の、新、喜びも悲しみも、幾歳月では、日本アカデミー賞助演男優賞を受賞。ただし、喜劇俳優としてのイメージを捨てたわけではなく、1984年には、 当時、気鋭の若手だった、石井総吾が、小林義則の原案を映画化した移植コメディ、逆噴射家族に出演する。この映画では、アナーキーな老人役を演じて、主題歌、逆噴射家族借景を共演の小林克也と歌う、活躍も見せた。晩年の小林製役の CM でも、クレイジー時代を彷彿させる高笑いを披露している。 1990年には長年在籍していた東芝 EMI との契約が切れ、当時実質上の子会社であったファンハウスに移籍したことが転機となり、クレイジー時代からのヒット曲をメドレーにしたリバイバルシングルスーダラ伝説が大ヒットし、オリコンベスト10入りを果たした。そしてこの年の NHK 紅白歌合戦にも久々に出場した。また、 1993年からは、明治座での坂井正明座長公演への客演も、高齢化し、2002年まで出演したほか、中日劇場で、名古屋嫁入り物語の舞台版を同じく2002年まで続けた。晩年は、廃棄腫と前立腺がんを患いながらもテレビドラマや映画を中心に仕事を続けていたが、2007年3月27日に、呼吸不全のため、 東京都内の病院で死去した。80歳だった。法名、宝楽院百頭照ラ遺作は、映画では2007年公開、マイコハーン。での西人の会長、斉藤老人役。テレビドラマでは2006年日本テレビ放送、姫ゆり隊と同じ戦火を生きた少女の記録最後の、ナイチンゲールとなった。葬儀は、植木の医志で、身内だけの密葬として取り行われ、 クレイジーキャッツの一員だった、谷啓、犬塚博士、桜井千里や、植木の付き人を経て、コメディアンになった、小松正雄も参列した。臨終の際、小松は、植木の着物を着替えさせるなど、付き人として、最後の仕事を務めた。本創は、お別れの会という形で4月27日に、東京都港区の青山葬儀所で、植木藤さん夢をありがとう、さよならの会として、 取り行われ、2000人が参列した。葬儀委員長渡に、犬塚、桜井の3人が共同で務め、長字は、小松、加藤茶、杉山光一、松東谷由美、元内閣総理大臣、森吉郎らが読み上げた。また、渡辺貞夫がサックスを演奏し、ミッキー・カーティスと内田雄也は、長字の後、松東谷を交えて、祭壇の前で、スーダーラブ氏を即興で歌った。 他には、浜見え、伊藤四郎、水前寺清子、中本浩二、大山信代、中山秀幸、吉田栄作、KC 広報、大竹誠、大橋巨泉、清水明、月人だった、島崎敏郎などが参列した。2007年5月14日には、母校、東洋大学主催の植木藤さんとお別れする会が行われ、早朝、 塩川ー重郎をはじめとする300名の学校関係者が参列して植木を忍んだ。植木の最後の愛車であった日産シ c フ f i 3 3型はところジョージが遺族から譲り受け世田谷ベースにて保管されている。ところはドラマ及びでないやつでは親子役で共演するなど親交が深く植木のことをお父さんと呼びしたっていた。他多数。 ウィキニュースに関連記事があります。不法植益投資、ありがとうございます。